안녕하세요. 안녕카페입니다. 오늘은 틀리기 쉬운 표현 한 가지 알려드릴게요. 今日の表現は自分でっていう表現です。 例えば, 自分で作りましたとか 自分で料理しましたとか っていう表現の自分でですが、 自分のことを自分で言うときは 자기가とか 자기로とかじゃなくて 제가 と言います。 例えば, 自分で作りましたって言うと 제가 만들었어요。 強調して言いたい場合は 自分で直接作りました。 제가 직접 만들었어요。 自分で料理しました。 제가 요리했어요。 아니면 自分で考えました。 제가 생각했어요。 自分で選びましたって言うと 제가 골랐어요。 계속해서 自分でやりますね。 제가 할게요。 他にも 自分で持ちます。 제가 들게요。 と言います。 会話でよく使う表現ですし、間違いやすい表現ですので、ぜひ覚えて使ってみてください。 그럼 다음에 또 만나요. 안녕!